国立西洋美術館。国立西洋美術館。国立西洋美術館は東京都台東区の上野公園内にある西洋の美術作品を専門とする美術館である。独立行政法人国立美術館が運営している。本館はルコルビュージへの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスの構成資産として世界文化遺産に登録されている。 国立西洋美術館は、印象派など19世紀から20世紀前半の絵が、彫刻を中心とする松方コレクションを元として、1959年、昭和34年に設立された。実業家、松方光次郎は20世紀初めに、フランスで多くの美術品を収集したが、コレクションは、第二次世界大戦後、フランス政府により、敵国資産として差し押さえられていた。 松方コレクションが日本に変換、一部名画は未変換される際の条件として国立西洋美術館が建設されることになった。本館の設計はルコルビュジエによるが彼の弟子である前川国を坂倉純三、吉坂高正が実施設計、管理に協力し完成した。なお新館は前川国を前川国を建築設計事務所が設計した。 本館は1998年平成10年に旧建設省による公共建築100選に選定。2003年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンウィーブメントの建築に選定され、2007年平成19年には国立西洋美術館本館として国の重要文化財に指定された。また前提、園地は2009年 平成21年に国立西洋美術館園地として国の登録記念物、名称地関係に登録されている。現在は松方コレクションに加えてルネサンス期より20世紀初頭までの西洋会が彫刻作品の購入を進め常設展示している。中でも西洋のオールドマスター18世紀以前の画家たちの作品を見ることができる美術館として 日本有数の存在である。整備の略称で呼ばれることもある。川崎造船所、現、川崎重工業社長を務めた実業家、松方高次郎、1865から1950年は、1916年、大正5年、商業で、ロンドンに渡った時に、美術品の収集を始めた。収集の経緯等については、別行。 松方コレクションを参照のこと。松方が集めた多数の西洋美術品のうち、千数百点は1928年から1934年にかけて日本国内で売り立てられ、参逸した。これらの中にはブリジストン美術館等、日本国内の美術館に収蔵されているものもあるが、所蔵先不明のものも多い。松方の収集品はこの他にも、ロンドンの倉庫に、 約300点、パリのロダン美術館に約400点が預けられていた。このうち、ロンドンの倉庫にあった分は、1939年の火災で消失。パリにあった約400点は、第二次世界大戦後、敵国資産として、フランス政府に接収された。この約400点が、今日一般に松方コレクションと呼ばれるもので、近代フランスの絵画、彫刻が中心である。 1951年、昭和26年のサンフランシスコ平和条約締結の際、日本の首相、吉田茂は、フランスの外相ロベール・シューマンに松方コレクションの返還を要請。その後の日仏政府間の交渉の結果、フランス側は条件付きで返還に応じることとなった。その条件とは、日本政府がコレクションを展示するための専用の美術館を設置すること、 美術品の輸送費は日本側が負担すること、ロダンの作品、カレーの市民の中造費は日本側が負担することの三つであった。日本側が美術品の返還を希望したのに対し、フランス側は美術品は一旦フランスの所有となったものであり、フランスから日本へ寄贈するとの立場であった。このため、国立西洋美術館では寄贈返還という言葉を使い、 パンフレット等にもフランス政府から寄贈返還された松方コレクションと紹介している。コレクションのうち21点は維持管理記念室のため1947年に売却された。また、ゴッホのアルルの寝室などの名品18点は寄贈、返還対象から外されてフランスに残されることとなったオルセイ美術館等が所蔵。その結果、 日本に寄贈されたコレクションは、絵画308点、彫刻62点、書籍5点の計375点である。なお、彫刻62点には、日本側が、鋳造費用を負担した、ロダンの、カレーの市民は含まれていない。松方孝次郎本人は、こうした行きを知ることなく、1950年に、多界した。1953年。 昭和28年末、当時の文部省は、仮称フランス美術館設置準備協議会を設置した。しかし、当時の日本は、財政難で、新しい国立美術館を作る余裕はなかった。文部省は1954年度予算に、美術館建設費として1億5000万円を要求したが、認められたのはわずか500万円であった。そこで、文部省としては、東京、 上野の東京国立博物館内の一展示館で、ある表形館を松方コレクションの展示場に当てようとしたが、フランス側はこれに不快感を示した。1954年をはじめに来日したルーブル美術館館長、フランス国立美術館総長のジョルジュ・サンアルは、松方コレクション専用の新たな美術館を早急に建設するよう、日本国政府に要求した。 こうした中、1954年には、実業家、政治家の藤山愛一郎が中心となって、松方市急増コレクション国立美術館建設連盟が結成され、1億円を目標に寄付金集めが始まった。連盟では当時活躍していた著名美術家たちにも協力を求めた。すなわち、大口の寄付者には見返りとして、 これら著名美術家の作品をプレゼントしようというものであった。この提案に対し美術家たちは初め難色を示していたが、ある会議の席上、洋画家の安井宗太郎がこのコレクションが戻ってきて一番恩恵を受けるのは誰か。我々美術家ではないかと発言したことがきっかけで美術家たちは進んで協力するようになったという。 1954年11月には、補正予算で建設費5000万円が認められた。建設地はいくつかの候補地の中から、上野公園内、関栄寺のシーンの両運院跡地と決まり、建物の設計は20世紀建築の巨匠ル、コルビュジエに依頼することも1954年に決まった。1五十五年、昭和三十年三月には建設予定地にて、 クワイリ式を挙行。同年11月には、ルコルビュジエ本人が来日して、建設予定地を視察した。ルコルビュジエは、京都、奈良を訪問した後、帰国するが、彼にとっては、この8日間の日本旅行が最初で最後の来日であった。ルコルビュジエからは1956年7月に、基本設計案、1957年3月に、実施設計案が届く。 これをもとに、彼の弟子にあたる前川国を、坂倉純三、吉坂隆正が、実施設計を行い、建てられたのが、今日の国立西洋美術館本館である。ルコルビュジへの設計案は、美術館本館のほか、公道と図書館の入る付属棟、劇場ホール棟を含む、大規模なものであったが、財政難のため付属棟と、劇場ホールの建設は見送られた。ただし、 ゴールについては、後に、美術館の向かいに、東京文化会館、前川国を設計が建てられ、形を変えて実現している。1959年、昭和34年1月23日、フランス外務省にて、コレクションの日本への引き渡し式が行われ、4月には、作品が船で日本へ到着した。同じ4月、 国の機関としての国立西洋美術館が設置され、富永総一が初代館長に就任した。同年6月10日、高松宮信人新郎夫妻や岸信介首相らの臨席の下、開館式が挙行され、6月13日から一般公開が開始された。開館から1ヶ月で9万人が入場する盛況で、初年度の入場者数は58万人に達した。 松方孝二郎の収集品は様々な地域、時代の西洋美術品を含み、家具やタピスリーなども収集されていた。しかし、日本へ寄贈された松方コレクションは一部を除いて、フランス近代の絵が彫刻に限られていた。そのため、館ではルネサンス期以来の、いわゆるオールドマスターの作品の購入に努め、今日では、 西洋美術史の流れに沿った体系的な展示が行われている。九百六十四年昭和三十九年七月には行ジムムネが竣工するが、これは現存しない。開館二十周年の九百七十九年には、本館の背後に地上二階、地下二階の新館が開館した。新館の設計者は、前川国夫、本館の設計者ル・コルビュジエの弟子で、 緑油タイルを貼った外観が特色である。新館の開館によって展示面積は2倍に増え、版画、素描専用の展示室も設置された。従来は特別展開祭のたびに、平常展示の松方コレクションを撤去していたが、展示面積の増大により、松方コレクションの常時陳列が可能となった。1997年には、 本館前提の地下に企画展示室がオープンし、以後、特別展はここで行われている。当館では、平常展示とともに、特別展を随時開催している。中でも1964年に開催された展覧会、ミロのビーナス特別公開は、話題を呼び、4月8日から5月15日まで、38日間の、会期中に83万人が来場。 一つの展覧会の入場者数としては、当時の日本最高記録となった。入場のための行列は、上野公園内を縦断して、西郷隆盛像の下の公園入り口まで続いていた、ことが当時の写真からわかる。1994年に開催された、バーンズコレクション展は、門外不出のコレクションの初公開とあって、空前の反響及び、 62日間の会期に107万人が来場。入場待ちは混雑する日には7時間という記録がある。本館は前述の通りルコルビュジエの基本設計をもとに建てられ、1959年に開館したものである。緑色の外壁は近づいてみると緑色の小石を前面に貼り付けたものであることがわかる。ただし、 現在の外壁は建設当時のオリジナルではなく、後に改修したものである。建物の平面は正方形で各辺に7本ずつのコンクリート打ち放しの円柱が立つ。これらの円柱は2階では壁から離れて立つ独立柱となっている。1階部分は本来はピロティ、高床構造となっていたものだが、現在ではガラスの外壁が設置され、1階の大部分が 室内に取り込まれている。1階中央部分は屋上の明かり取り窓まで吹き抜けとなったホールで、ルコルビュジエによって19世紀ホールと命名され、現在はロダンの彫刻の展示場となっている。1階から2階へは彫刻作品を眺めながら登れるように、階段ではなく傾斜の緩い車路が設けられている。2階は中央の吹き抜けのホールを囲む、 回廊上の展示室になっている。これは、ルコルビュジエの無限成長建築というコンセプトに基づくもので、巻き貝が成長するように、将来拡張が必要となった際には外側へ、外側へと建物を継ぎ足していける構造になっている。本館正面に向かって、右側にある外階段は、本来出口として設計されたものだが、実際には一度も使用されず、立ち入り禁止となっている。 二回転自室は内側部分の天井口が低くなっている。この低い天井の上は自然光を取り入れ明るさを調整するためのスペースとして設けられたものだが現在は自然光でなく蛍光灯を使用している。また二回転自室の北、東、南の三箇所には中三階が設けられ細い階段が設けられている。ここは 小型の作品の展示場として設けられたものだが、階段が狭くて危険であるという理由で一度も使われたことがない。国立西洋美術館は1998年に地下を含めすべてを地盤から絶縁する大規模な免震レトルフィット工事を行った。これは本格的な免震レトルフィット工事としては日本初のものである。これにより、 ルコルビュージエの建築だけでなく、人命と作品も地震から守り、美術館として安全に使い続けることが可能となった。また、前提の彫刻にも免震台を設置するなど、建築物や芸術作品を地震から保護することに積極的である。免震のメカニズムを解説したパネルを添えるなど、その重要性を伝えている。フランス政府は、世界遺産登録の前提となる。 暫定リストに、フランス国内にあるルコルビュジエの作品、計13件を、ルコルビュジエの建築と都市計画、として搭載していた。この、ルコルビュジエの建築と都市計画の中に、ドイツやスイスなどにあるルコルビュジエの作品と同様に、フランス政府が本館を加えて、ユネスコに推薦することを検討していることが、2007年7月28日に報道された。 9月14日には日本政府がフランス政府に協力する形でユネスコへ本館を推薦することを決定した。その後10月9日までにユネスコの暫定リストに搭載され2008年1月7日に日本政府の世界遺産条約関係省庁連絡会議で世界遺産候補としてユネスコに推薦することが正式に決定された。最終的な推薦書は 2008年1月に各国の推薦書を一括してフランス政府が提出した。2009年平成21年6月27日に世界遺産委員会による審査が行われた結果、情報紹介と評価とされ登録は見送られた。2011年2月にフランス政府から追加情報を含む改定推薦書が ユネスコに提出されたが、同年5月28日に、ユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議、イコモスによる評価の結果、世界遺産への登録にふさわしくなく再推薦も、不可とする不記載の勧告が行われた。しかし、同年6月に行われた第35回世界遺産委員会では、イコモスの評価よりも、上位の推薦書の根本的な改定などが求められるものの、 再推薦が認められる記載延期の評価を受け、その後、国際競技などの再推薦へ向けた活動が続けられている。これまで、アントニー・ガウディの作品群のように、一人の建築家の建造物を一括してユネスコに申請した事例は、あるが、世界7カ国に散在する計23件の建造物を一括して申請するのは、史上初となった。なお、 世界遺産には登録国と所在地が一致していないものがいくつかあるが、日本国内にある文化遺産を外国政府が推薦したのも史上初である。また、通常であれば遺産候補は地元自治体からの推薦を受けて、その推薦を文化審議会で審議するが、今回はフランス政府からの協力要請のため省略された。なお、本館は2007年12月21日。 日本の重要文化財の指定を受けた。これは従来、築50年以上のものが対象とされてきた建造物の重要文化財指定の目安を超えた初のケースであり、築48年の時点での指定、世界遺産登録のためには、当該物件が所在国の法律によって保護されていることが前提であるため、急遽重要文化財に指定されたものである。 イコモスは2016年5月17日に国立西洋美術館を含む7カ国17資産で構成されるルコルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献マイナスを世界文化遺産に登録するよう勧告し7月17日に第40回世界遺産委員会において正式に登録された 収蔵作品数は2008年末現在で4564点。内訳は、絵画374点、素描136点、版画3777点、彫刻101点、工芸10点、書籍53点、その他参考品113点である。作品数の大部分を占めている、版画作品のうち約1700点は、 東部美術館閉館の際に譲渡されたドーミエの版画である。西洋美術館には1959年にフランス政府から寄贈返還された作品以外にも旧松方コレクションに由来する作品がある。ドーミエ、感激、マネ、ブラン氏の肖像、ピサロ、収穫は松方家のナスの別荘に保管されていたもので、長らくブリジストン美術館に帰宅されていたが、 1984年に松方家から西洋美術館に寄贈された。カルロクリベッリ、イアウグスティヌス、ロセッティ、愛の坂ジョンウェイ・バレット・ミレー、アヒルヌコ、セガンティーニ、羊の専門などは散逸した旧松方コレクションの作品を購入、または寄贈によって入手したものである。開館時間、休館日、料金、無料観覧日など、 利用案内については公式サイトを参照のこと。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。